お花紙を貼ってコスモスの絵皿を作りました。まずお花紙を3分の1に折ります。大体で構いません。次にそれを三角形に折ります。ここで切り落とします。さらにそれを3回折って16折りにします。それをこのような形に切ります。これを開くとコスモスの形が3つできています。残りの部分でも同じようにしてコスモスを作ります。色違いで作っておきましょう。1センチぐらいの黄色い丸も切り抜いて1枚ずつに分けておきます。水溶きした糊を紙皿に塗って、そこにコスモスの花を置いていきます。真ん中に黄色い丸を置けば出来上がりです。コスモスとコスモスが重なるように何枚も貼っていきます。置いた上からも筆でペタペタと撫でつけましょう。絵皿の縁にもお花紙を貼って飾り付けをしましょう。これで絵皿の完成ですが、そこに立体的なコスモスを貼り付けてもいいです。コスモスの作り方はお花紙で作るコスモスをご覧ください。